ハロー YouTube、今日はですね、厚生労働省がですね、飲酒のガイドラインを定めたということで、このニュースについて解説したいと思います。ビールのロング缶1本、1日1本で大腸がんの危険性が増すなんていうね、ついに、タバコを規制、仕切ったので、次は飲酒の規制に行こうということで、まあいつか来る来ると思っておりましたが、来ましたということで、今度は、酒を飲まないようにしようみたいなですね、健康キャンペーンを張ろうとしてるわけですけれども、当然なんですけれども、アルコールのリスクはその人の、まあ遺伝子体質によって変わるわけですね。まあ例えばですね、私毎日ビール1本どころじゃない量を飲んでおりますが、肝機能値、まあガンマ GPT とかですね、30越したことありません。まあこれはだからアルコールの分解酵素をですね、たくさん持ってるってことなわけですけれども、やはりですね、アルコール、まあアルコールって2段階で、2段階の脱水素酵素ね、アセトアルデヒド脱水素酵素というのとですね、エタノール脱水素酵素という、この2つのプロセスによってですね、無害化されていきます。エタノールですね、アルコール、まあいわゆるそのお酒の主成分というのはエタノールなわけですけど、エチルアルコールですね、別名。こちらの方ですね、エタノール脱水素酵素というのがですね、分解してアセドアルデヒドという中間物質になります。これがですね、かなり毒性の強い物質で、これが二日酔いの頭痛なんかの原因になっているのがこのアセトアルデヒド。非常にこの状態だとですね、体にとってかなり毒性が強い状況にあります。これをさらにアセトアルデヒド脱水素酵素というもので、最終的に酢酸ですね、お酢に分解して、無害化されていって、尿から排泄されるということになるわけですけれども、この二つの酵素ですね、両方とも持ってない人、あるいは片方だけ持ってる人、まあこれもグラデーションなので、どれぐらい遺伝子量が発現しているかによって、この酵素を持ってる量も違うので、人によってまあ飲酒できる量ってのは決まってるというか、面外があるわけですけれども、両方ともない人はですね、結構急性アル中とかになりやすい人ですね。片方だけ持ってる人でもやっぱ顔が赤くなりやすいとかですね、そういった人たちはやはりですね、体の各所にこのアセトアルデヒドいやエタノールがですね、悪影響を与えて、まあ、癌になったりとかするリスクが高まる。まあ、これは別に納得できることなんですけれども、ね、酒は百薬の長なんていうふうに言われていてですね、適切な飲酒は体にいいよと。で、それをですね、癌の発生リスクが例えば 1.2 倍になりますとか 1.4 倍になりますって、もう有意差あんのかそれっていうようなデータで、制限しようとするのは、まあ、厚生労働省もやることどんどんなくなっていくんで、みんなどんどん健康になっていくんで、健康の基準がどん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 上がっちゃってるんですよね。まあ、いいんですけれども、ということでですね、飲酒を規制しよう、規制しようというインセンティブが今高まっていると。別に日本人の半分はですね、この両方の酵素を持ってない人たちがですね、半分ぐらいいるんですよ。で、両方とも持ってない人は 10% ぐらいいるらしいですよ。だから全く酒飲めない人10人に1人いて、酒が弱い人が半分以上いると。酒、ただ欧米人はですね、この酵素大体両方とも持ってるんで、酒強い人が多いと。なので向こうの方はアルコール、まあ飲酒運転の基準なんかもちょっと緩いんですね、日本よりも。で、まあ何が言いたいかっていうとですね、まず人によってそのアルコールの、その摂取できるアルコールの量とは違うし、あとやっぱりそのお酒を飲むとですね、リラックスしてですね、たくさん喋ったりとかですね、友達と仲良くなったりとかするんで、やっぱりその病は気からって言いますけれども、精神的にリラックスをする効果がお酒にあるのはこれは間違いないと。まあもちろん酔って酒乱になる人はですね、問題外なわけですけれども、飲酒運転をしたりとかそういったのも良くないと思いますけれども、お酒をですね、その一律にお酒を飲むななんていうふうにね、飲まない方がいいとかですね、そういったのは本当に大きなおせっかいだっていうお話でございます。そしてですね、僕が一番言いたいのはですね、ちゃんと検査しろよっていう話なんですよね。はい、大腸がんってはっきり言って、ほとんどの大腸がんってポリープにできるんで、ポリープの段階、つまり前がん病変ですね、その状況でですね、内視鏡で取れます。だからもう40代後半になったらですね、必ず大腸内視鏡を受けてください。そうするとですね、ポリープが見つかったら切ればいいんです。がんになる前に切ればですね、がんになりませんから。ほとんどの人たちは大体ポリープからなるので、
まずは大腸内視鏡を、やりに行きましょうと。ポリープ全然なかったら3年は次は来なくていいですよと。僕は今までポリープできたことないんですけれども、2回検査に行ってますけれども、本当に綺麗な大腸だというふうに言われております。なので大腸がん罹患リスクは非常に低いと思うんですけれども、まあ、検査には行きましょうってことですね。またですね、アルコール性で悪くなりそうな臓器というとですね、やはり下咽頭部、そして、食道ね、この辺がですね、アルコールによってがんになりやすい。先日亡くなられた経済評論家の山崎はじめさんは、ウイスキー、大のウイスキー等で、ウイスキーを気で飲む、そのまま氷も入れずに飲むのがですね大好きということで、そうするとですね、やっぱりその高アルコール飲料というかね、アルコール度数の高い飲料をですね飲むとですね、やはりその、粘膜に対して、食道の粘膜に対して良くない、これがですね、まあ人間は自然回復するんで、炎症が起きてもですねまた治るんですけれども、治る前にまた飲んじゃうということで、全然治らずにですね、そこは最終的に癌化していく。また検査も録音してなかったということでですね、これ検査をすればですね、まあ、内視鏡の専門医のところでぜひやってほしいんですけれども、まあ、かなりの確率で、その胃に、内視鏡を送る間にですね、下咽頭部、そして、食道、こちらに癌の病変がないかどうかチェックしますので、かなりの確率で早期発見できるんじゃないかなというふうに思います。またですね、中咽頭癌なんかはですね、どちらかというとですね、これウイルス、HPV ウイルスですね、子宮頸癌の原因になるウイルスなんですけれども、まあ、オーラルセックス等、ね、クンニとかね、オーラルセックスとか、こういったものでですね、感染、します。そしてですね、長い時間をかけてですね、特に中高年ですね、40代、50代になるとですね、この咽頭がん、中咽頭がんというのはできてくるので、まあその辺も、ちょっと注意して、ね。特にクンニリングスですね。はい。エラチオクンニリングス。こちらで、多分、感染するリスクが高まりますので、ぜひですね、こちらの方もガーダシル9、9価のですね、HPV ワクチンありますので、男性の方もですね、ぜひ女性に感染させないためにもですね、ぜひ打っておいてほしいなと思います。僕は基本的にはお酒はですね適量飲んだらいい派でございますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。